こんな感じで歯と歯の隙間に糸をかけてあげます、はい、で綺麗に生え揃っているところを こんにちは。トロピカルガーデンです、はい、めちゃくちゃ眩しいんだけど、ね、朝だしねまだ ね、はい、うん、あのはい、はい、朝です今日朝です、はい、なんか昨日元気がないって2人ともそうなんかコメントとかメッセージでいただいて全然そんなことなくてね、うん、思い当たる節があるとすれば腹が減ってたぐらいかね。朝から何も食べてなかったっていう夕方までね、アンパンマンじゃないですか多分それでお腹に力が入ってなかったんじゃないかなと思います、うん、多分だよ、ね、そんなね全然疲れてなんかね全然元気です、うん、もう日常茶飯事なので、うんね、朝からご飯食べられないとも結構よくあることで、うん、ね、はい、はい、全然元気です、大丈夫です、はいはい、大阪に向けてまたね、うん、どんどん紹介していきたいんですが、まだもう少し紹介は後からさせていただきます、うん、はい、今日ちょっと気になる多肉を持ってきたんだけど、うん、あのこれまず見てすっごい綺麗なの、嘘みたいに綺麗嘘みたいに綺麗なんだけど、これはこの多肉植物が一番綺麗になる時、この半透明になってしまう時はあのその植物がダメになっている時です、はい、でこの本当にもうなんて言うんだろう、もうゼリーみたいな感じ、うん、指が透き通って見えるんだよ、すごくないこれ、つけてね、そう、もうこれは、うん、あの葉っぱがダメになってしまってます。これまずダメになった原因としては蒸れてしまったのかな、うん、ね、凍結ではなさそうだね、うん、ちょっと葉っぱをダメになったとこ取って、ほら株元とかは全然腐ったりしてないので、うん、本当にただ単に蒸れてしまったんじゃないかなっていう感じです、うん、あの菌とかでダメになってる場合はこの株元が真っ黒、株元から取った葉の付け根が真っ黒になってたりします、うん、これ黒くなってないでこんなに綺麗な状態なんだよ、うん、すごくないこれ、うん、嘘みたいだよね、なんか食べられそう、すりガラスというか、ね、そうちょっと曇りガラスできたみたいなね、うん、すごい、これダメになってしまったとこは取ってあげて、うん、で取った後この株元を必ず見てあげてください、うん、株元を見てあげて、株元が黒くなってたり葉の付け根この部分が黒くなっている時はさっきも言ったように菌なので、うん、そういう時は胴切りをしたりとかする必要があります、うん、で今回は待ってなさそうだけど念のためにフェニカスプレーでシュッと一度殺菌剤も含めてあるので、うん、フェニカスプレー散布してみました。でこれはもう半透明になっているので葉差しはおそらく無理だと思うんですが、ね、でもおそらくというか多分無理だよね。でもすっごい綺麗だね、この中にさ、うん、目の細胞とか根の細胞が実はあったんだもんね、うん、ねえ、綺麗でもったいないな、捨てるの、うん、ねえ、でもこれちょっと傷んでしまったのでこのまままた様子を見ます。で、うん、毎日様子見てて、もし株元が黒くなってきたりすれば今度は菌が入ってしまっているのでハサミでカットしてあげるとかして対処してあげます。はい、はい、あのさ、うん、ちょっと前からさ、うん、結構俺公式 LINE とか答えとかして、うん、幹が黒くなってた時とか、うん、切って、でまだこう中が黒い場合はこう何ピンセットでほじってくださいとか言うじゃん、うん、でほじっちゃってその後大丈夫なのかなっていう不安になってる人っていると思うんだよね、うん、実際こうこの間これあ、ね、ほじったやつとかあるじゃん、そうなるかっていう、全然大丈夫なんで、ほじってあげると、うん、あのこうやって新芽がもちろん出てきてるのと、こが出てんだね、そうで、このほじってこれ結構ほじったんだよ、だから本当に縁ぐらいしかなくなってたんだけど、そのね人間の、 あの体の傷を治すのと同じです、うん、あのどんどんこうギューッと傷を縮めていって、うん、傷をなくすような状態になっていくんだよね、うん、だからそのかさぶたが膨れ上がって治る直前って皮膚がちょっとボコってすると思うんだけど、うん、その状態が植物にもちゃんと行われてます、うん、ほら本当だ、もう葉差しみたいに出てくるね、そうだ、葉差しがうまくできない方はもし傷んでしまった苗とかあってもう結構傷んでるなって、うん、幹のほとんどがって思った時はこの幹の縁をきれいに残してこういうふうにカットしてあげると芽の細胞と根の細胞ちゃんと両方ついた状態で残せてるので
よく鋼先生がえぐって取ってあげてくださいって言ってるのは、うん、この状態で綺麗に1枚ずつえぐってあげれば刃差しがこうやって出るってことです、うん、じゃあこれも刃差しと同じように出てるそういうことなんだよ、ね、これはもう成長点もなくえぐってあるので、うん、もう各葉っぱの付け根のところから小株が出てくるようになっています、うん、今ねここから出てきてるのともっと時間が経てば今度違うところから出てくると思うんだけど、うん、成長点がなくなると、うん、やばいと思って植物が成長点を一気に出し始めるんだよね。成長するところがなくなるから、うん、ね、でそんな状態が今ここになっています。ちょっとえぐったぐらいだったら別に普通にここからも根が出てくるんでしょ。そうちゃんと出てきます。でもねこれねちょっとね成長点付近まで行ってないや、大丈夫だ、成長点よりちょっとずれてるね、だから小株が出てきて根っこも出てくるはずなのでこれ引き続き経過観察をします。どうなっていくのかみんなに見せたいので ね、 だからね結構こうえぐって心配になられてる方もいるかもしれないんだけど、うん、こういう風に復活してきます。こういう風に復活してくるということで、ね、ちょっと見てもらいたかったね。ハサシの葉っぱもこれ結構傷んでた葉っぱだから出るか出ないかダメ元でちょっと取っといてみてるんだけど、うん、どうだろうなと思って半分ダメになってるとか、うん、ちょっとその後また経過観察でこれは置いておきます。はい、はい、それからさ、螺旋状の質問も結構いただいてるんだよね。そうそうそう、コメント欄でね、何件かいただいて。で、螺旋状に小株が吹いてきたりするの、花付きよとか、うん、あとは私、養老とかもそうだったよね。そうだね、うん、葉が細かい毛、ヒアリナとかも途中途中で出たりするんだけど、ね、そういう株があります、はい、で、ちょっと見つけたんだけどなかったんでちょっと形がいびつでこれ螺旋状なんかと思ったけど違いました。あるはずなんだけどね。そう、どっかにあるんだよ。で、そういう風に螺旋状に例えばこう階段みたいにぐるーっと回って出てくる株、うん、ある程度の大きさになるとそうやって吹きをし始めます。で、それそのまま放っておくと群生株にちゃんとなってくれます。で、螺旋になってる上の部分だけが最後の上の部分だけが親株として残ってその下の部分はぐるっと一周子株になってボール状の群生の株になります。そういう風になりやすい品種がやっぱりあるのでそういう風になってしまったら上を無理にすぐに切ってしまったりしなくて平気です、はい、ある程度の大きさになってから子株を外したり分解してみてください、うん、はい、小さい小株が小さいうちに何か対処しようと思うと小株がバラバラになってしまったりとか親のところがうまく取れなかったりするので全然そのままにしておいて平気なのでそのまま次の秋まで様子を見てあげてください。大体春それから秋その時期に成長が始まる時期に小株もどんどん出てきてくれます、うん、なのでね今出てきている段階で次の休眠成長期までそのままにしておいてあげると小株がきれいに育ってくれます。螺旋状になってきたからって言ってすぐ何かしようと思わないでも、うん、慌てなくて平気です。そのまま置いておいてあげるのが綺麗に小株が外せるようになるポイントなのでそういう風にしてあげてください、はい、はい。そしてでもこれは形がいびつなのでちょっと胴切りするか頭を切るかちょっと仕立て直ししたいなと思ったんだけど、うん、もうそろそろ結構冬の葉っぱから春の葉っぱにこう切り替わっていく時って下葉がこうキュッと締まってるような葉っぱなのに上だけ成長してちょっと葉っぱが長くなってきたりとか、うん、あとそれから夏成長したカッパじゃない葉っぱが株元にまだ残っている。そして秋綺麗に成長した小さい葉っぱが中心に残っている。そしてまた今度春の成長の葉っぱで少し伸びるみたいなこう段々重ねみたいななんて言うんだろうなちょっといびつな形になってしまう葉っぱもあると思います、はい、これすごい爪が2つついてるこれも3つついてるモンスト気味になってるね。で、そういうやつは、うん、仕立て直してあげてください、はい、で、仕立て直すときに普通に1回抜いて株元の葉っぱをきれいに取ってあげてまっすぐに向けてあげるとかあと株元きれいにしてあげて調整してあげるとかしてもいいんですが、うん、胴切りしてあげても大丈夫です、はい、で胴切りっていうのはこの植物の幹の部分をスパッと切って上下で分けてあげるような感じです、はい、で結構葉が密になってるものとかヒアリナとかもそうなんだけどなかなかうまく刃物が入らなくて、うん、胴切りがうまくいかないことがあります、うん、で結構無理にこうやって刃物入れようと思うと他の葉っぱを傷つけてしまったりするので、うん、そういう時は手ぐす糸手ぐす釣り糸みたいなこの糸を使ってあげて、うん、ピンと弾いてあげると頭だけ綺麗に切れます。で、手ぐす糸を使って綺麗に分けた株がこれです。こんな感じで上下で2つに分かれてこれが頭の部分だった方、はい、で、これが小株だった方
この中にすっぽり入ってたってこと、ね、そうそうそう、これがもともと上にくっついてました。でこういうふうに分かれて小株が、新芽がこういうふうに出てくるんだよね。でこれも成長するといびつな形がだんだん下の葉っぱとかにもあるけど、だんだん綺麗な葉っぱが揃ってきます。はい。であとこういうふうに形がいびつになってしまったもの、傾いてしまったものとかも、あの綺麗な部分だけを移植して取って綺麗に植えてあげて、下の部分は小株を浮かせるみたいな風にしてあげると仕立て直しが楽にできます。はい、はい、なのでいつもは自分では結構テグス糸を使わずに葉っぱを1枚萌えてそこにメスを入れてってやってるんだけど、うん、結構それ難しかったりもするので、うん、テグス糸だといつもテグス糸が見つからなかったんだけどさ、ちょっとたまたま今日はあったので、こんな感じで葉と葉の隙間に糸をかけてあげます。で綺麗に生え揃ってるところを見て自分でね引っ掛けてってあげるんだけど、あとまっすぐなところとかね傾いてた、ちょっと一回抜くねこれ、うん、やりづらいので、あ、パキって言っちゃったやる前にパキって言っちゃって、こんな感じで少しずつグイグイグイ入れながらね、そうそうそう、少しずつこうやって引っ掛けてって、ちょっと蒸れてる下がちょうどよかった、見てあげて、うん、こんな感じでね引っ掛けてってあげます。で必ず全部の葉っぱにしっかり引っ掛かるように引っ掛けてってあげます。そーっとね、そーっとしないと、うん、あの葉っぱが切れてしまうので途中でね、なんか今日消毒の匂いがすごいする、ここうまく引っかからない場所がある。いびつだからね。ね、そう斜めになっちゃってるから、こんな感じでいいとこまでこうしっかり引っ掛けてあげて、で、あの胴切りするときにできれば下に葉っぱを少し残しといてあげた方が水やりの感覚なんかも分かりやすいと思うので、やっぱり葉っぱが下に全部残ってない状態で水やりをする加減って結構難しいと思うんだよね。葉っぱがないから葉っぱのシワが見えないので水やりの加減が分かんなかったりするので、できれば少し何枚か残しておくと水やりの目安ができると思います。でこの状態でちょっとギュッと引っ掛けて、ちょっと今何枚か葉っぱを破っちゃった、うん、よく引っかかったなって、最後までもう引けないなと思ったら、ここでも全部胴に回ったのでこの状態でスパンと切ります。切れました、こんな感じ。ちょっとここ擦れちゃった ね、 ね、でもまあまあ綺麗に、うん、こう切り口がすっごい綺麗に切れるので、これだとうまく、ね、入ればね、うん、こういう風に切ってあげます。胴切りしだすと面白くて何個もしたことあるんででこれなんかも形がこんな感じでいびつになっていますね。なのでこの綺麗な部分だけを引っ掛けて、これはちょっと引っ掛けやすいね、葉っぱが隙間がさっきより全然あるもんね、うん、そう密になってるものってねすごくね切りづらいんだよね、うん、だから切るときに注意しながら、で必ず一周巻いたなっていう状態でピッて引っ張るんじゃなくて、うん、一周巻いてさらに自分でちゃんとこの葉っぱの根元まで糸が回ってるかなってこうちょ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 ってやりながらやると、どん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 この葉っぱの付け根に糸が入っていってくれるので、その状態でもう一個も動かない状態になったら、もう動かないかな、まだ入る、で今入んない状態です。でこの状態でギュッと締めてあげるとこんな感じで綺麗に切れますね。これ切れたとこもこんな感じです、はい、ついでに枯れ葉も綺麗に取ってあげて、あ、グラングランしちゃってる葉っぱ、これピロンピロンって薄く繋がってるから ね、 ね、そういうとこから葉差しみたいにこうあれが出てくる、そう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 、だから無理に取らなくてもちょっとでも繋がってれば葉差しが出るまでそのままにしておいて全然平気です。ちゃんと出てきてくれるからね。で枯れ葉もしっかり取って株元が綺麗になったので、ちょっとこれでやったことない人は、うん、あこんな切っちゃったってなるかもしれないけど、うん、少し経てばこういうふうに出てきます。から穂が出てきて、これがどんどん大きくなって、そうまた一かしの株になるってことだね。そういうことだね。今
たポットに戻して、今ちょっと根っこが硬かったんだけど、うん、植え替えをするにはちょっともう少し根をほぐしたいんだけど、今胴切りしてしまったばっかりなので、胴切りと同時に根をあんまりいじって、ね、スタートが遅くなっちゃうとかわいそうなので、このままの状態で一回土を足してあげます。植え替えをしないにしてもどうしても忙しくてできない場合もあると思います、うん、そういう時は自分の中ではいつもこうポットもみもみしてあげて、揉んであげて、ちょっと根を柔らかくしてあげるような状態にして、少しピンセットを刺してあげて、こう空気を中に入れてあげるような感じ、うん、なんか自分の中で気休めなんだけどさ、ここにしてあげて、そうすると少し余白ができるので、その余白に用土を足してあげたりしています。あ、そういえばさ、ちょっと前のコメントにさ、うん、ダイソーのピンセット使いやすいって、うん、あ、そうでしょ、うん、そうなんだよ、ほんと使いやすいんだよ、うん、ね、これさっき入ってた肥料そのまま入れて、ついでにオルトラも少し入れておきます、はい、入ってると思うんだけど、これ溶けちゃったのかな、全部、うん、ね、こんな感じでこっち側もちょっと処理してあげて、見てほら、葉っぱが傷んじゃってた、ちょうどほら蒸れちゃったんかな、最近暑いからさ、ハウスの中、うん、結構こう葉と苗が密着してるもの、蒸れやすいものって用土とこの葉っぱの隙間のこの部分すごく蒸れやすいので、うん、見つけたらね、すぐ取ってあげてください。ちょっと蒸れてる状態だったらすぐ取ってあげれば、こう菌が入ったりしないのでね、風通してあげて、なんかちょっと下葉が半透明なのがついてるなと思ったらすぐ取って、そこ風を通してあげてください。で、念のため何かスプレーとかで殺菌跳ねて、こうちょっと撒いといてあげると心配がなくなります、ね、結構放っておくとそのまま腐ってしまったりもするので、これもちょっと用土を揉んであげて、ちょっとこれポットに対して下に苗が入りすぎてたかな、それで蒸れちゃったっていうのもあるので、株元を必ず通気してあげるようなイメージで苗って植え付けてあげるといいです、うん、だから結構下に植え付けすぎてしまうと株元に空気が通らなくて腐ってしまう原因にもなるので、うん、あの上にギュンと向いてくる、ね、明らかに向いてくるやつだったら結構大丈夫だろうけどね、そうこういうちょっとギュッとなってるやつは風通らないからね、ただね、発根させるときには少し土少なめの、少しこうポットで隠してあげるような状態にすると発根がしやすいので、うん、そういう状態でまず発根させてあげて、発根しっかりしてきて春になったらちょっと揉んであげて、少し持ち上げてあげて用土入れるっていうのでもいいと思います、うん、結構俺深めに植えてね、春にそういう風にしてたよね、うん、そうだね、結構根出るんだよね、そうするとね、頭とね、うん、こんな感じで、これも小株がちゃんと出てくれるように見守ってあげます。で、この上の部分、あ、取れちゃった、葉っぱが取れちゃったから、こっちに刺しとこう、ね、上の部分、こんな感じで綺麗な形になりましたね、うん、で、このまま乾燥させてあげて、うん、通常の抜き苗みたいな、そうこの状態で乾燥させてあげて、いつも言ってるように石灰の苗とかもそうなんだけど、この株元がポコッと膨れ上がってきた時が発根のタイミングなので、うん、2、3日はね、自分ではいつもこの裏返したまま結構乾燥させちゃうんだよね、うん、間違いなくそうすると乾燥してくれるので、うん、で、2、3日したらひっくり返してあげて管理をしています、うん、で、2、3日結構しっかり乾かした状態で全然土の上に乗っけちゃってもいいんだけど、その後根が出てないか出てるかっていう心配もあるので、まずまだカットとか慣れてない方はとりあえず 2、3日ひっくり返す、うん、で、2、3日したら表にする、うん、で、トレーとかの上に置いて根っこが出るのを待ってあげてください、うん、そうすると根っこが出てきてから用土に乗せれば間違いがないので、傷んでしまうこともなくなるので、そういう風にしてあげてください。ちょっともう一個いびつなのがあったからこっちに刺しとく。あ、怒ったよ。結構さ、何枚かの葉っぱだと自分の中で同じポットに刺しちゃって、うん、芽が出てきたら分けてあげるっていう風にしてます、はい、ね、ポットがいっぱいになっちゃうから、そうじゃないとね、うん、とりあえずこれはこのまま 2、3日乾燥させてみます、はい、で、切り口もちろんこういう切り口にも殺菌を兼ねて、こうベニカスプレーワンプッシュしといて全然平気なので、うん、しといた方が間違いないと思います。はい、はい、そんな感じです、はい、はい、じゃあ今日はね、テグスでカットっていうことね、はい、
ね。そう、ダイソーとかでさ、ビーズをね、こうやっていく、こう糸とか手芸コーナーですかね。手芸とは違うのかな。あの辺あるよね、うん、そういうビーズとかさ、ね、いろいろ売ってるところに、うん、あとはあれだよね、釣り糸とかでも大丈夫だよね、うん、そうだね。あとあれ、墨糸、なんていうんだっけ、うん、ピンって跳ねるやつ、うん、あのタコ糸、タコ糸、炭糸じゃないんだけど、こういうとか炭、うん、出しで使うからね。そう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 、そういうのでもね、うん、大丈夫だし、うん、何でも細くて丈夫な、ゴムの手ぐすじゃダメですよ。そうだね。引っ張っても引っ張ってもね、伸びちゃうんじゃね。だから別にミシン糸とかでも切れなければ、うん、あの普通の手芸の針の糸とかでも切れなければ全然平気。ただ幹がちょっとでも太いと切れちゃうからね。そう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 、これぐらいに柔らかいやつだったらそういう糸でも全然平気です、はいはい、あんまり硬いものはナイフとかで切るのが一番いいです、うん、そうだね、糸切れちゃうんで。大型エキベリアなんかはもうさすがにそれでも無理だもん ね、 ダメだね。ちょっと指の方が切り食い込んで痛くなっちゃう。この間さ、ハサミでさ、ザクザク切って切れなくてさ、大変だったからこれ買いました。枝切りはさ、すごい楽。大型のエケベリアがスパンスパン切れるので、うん、これをちょっと常備しておこうと思って。なんか今までさ、うん、深植えしたりとか、まあ、切るとしても包丁で切ってたりしてたので、うん、そっか、枝切りバサミで切ればいいんだと思ってさ、買ったら楽なんだねこれね、うん、そうなんだよ、ね、だちょっとした花芽なんかはハサミで切れるけど、ハサミよりも全然切れ味が良くてすごいんだね。こういうの使わないじゃん、あんまり。なんかさ、ダイソーでさ、俺自分のハウスでさ、100均のね、ダイソーとかの包丁買って置いといたけど、うんうん、やっぱりダイソーのやつだからなんかな、うん、すぐ錆びちゃうんだよね。そうなんだよね。で、こういう水道とかでさ、毎回洗うわけじゃないからさ、うん、そう、だからこれなんかやっぱね、鉄自体がすごい多分、ね、いい材質だからさ、うん、すごい便利なんだなって思った、ね、なんか多肉って幹が柔らかいからハサミで十分だよと思ってたけど、うん、だんだん大きくなるにつれて幹も太く硬くなってくるから、そうだね、です。はい、はい、ドギリ、あの一回やると楽しくなるから、うん、してやってみてください。どんどん切りたくなっちゃうね。ハサミ持ってるとね、切りたくなっちゃう。花芽もそうなんだけど、うん、苗もこういいハサミなんか買うとなんかもう次から次へと切りたくなっちゃう。アイオニウムとかもさ、一、うん、回切り出すと楽しくなって増やす楽しみも出てくるので、うん、やってみてください。はい。はい、じゃあそんな感じで今日は大丈夫かな、はいはい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。